上空曇り空の中、まもなくゲームがスタートします。横浜スタジアムからお伝えしてまいります。横浜 DeNA ベイスターズ対東京ヤクルトスワローズのゲームです。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手に注目されてますか？はい、攻撃でいうと両チームの2番バッター、この2人が打線の鍵を握っていると僕は思っています。2人の仕事ぶりに今日は注目。さあ、そしてバッターボックスには大引きが入ります。さあ、なおもピンチの場面、まあ、ここでリードを守ることが重要になってきますから、踏ん張りどころでしょうね。なるほど、そうですね。やはり安易にストライクからは入れませんよね。ピンチですからね。なるほど。セカンド破っていく、ワンバウンドヒットになった。同点のランナーが三塁を回った。セカンドランナーホームイン、スワローズ同点、3対3。振り出しに戻ります。さあ、この終盤一塁には勝ち越しのランナーです。そしてバッターはピッチャーのマクガフ。ここはピッチャーの打席なんで普通は走ってこないですよね。はい、そうですよね。打った、センター前抜けていく、センター前ヒット、これで3連打。バッターボックス西田。ベイスターズこの回3点を失っています。さあ、試合を振り出しに戻され、なおも得点圏に勝ち越しのランナーを背負った場面。まあ、向こうの打線が非常にスタンドに入ります。左中間へ持っていった、大きいぞ、大きな当たりが外野を襲っている、真ん中深いところ破っていった、中継にボールが送られる、セカンドランナーホームイン、スワローズ勝ち越しました。4対3、ベイスターズさらに三塁二塁のピンチが続きます。残念ながら DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。赤星さん、打線の奮起を期待したいところだったんですが、もう一息でしたね。そうですね、最後まで点差を縮めることができなかったのは残念でしたね。そうですね、次の戦いは打線の奮起に期待しましょう。勝ったヤクルトスワローズ、大きな今日は勝利になりました。一方の DeNA ベイスターズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはDeNA ベイスターズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで横浜スタジアムから失礼いたします。本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。お帰りの際にはどちら様も落とし物、お忘れ物などございませんよう、お足元には十分お気をつけください。